見せたもんじゃないぜ。あの花を見ろ。あれどこ行ったのかな。ブカ、おいブカ。ああ臭いとこだね。臭い臭い臭い。一体どこなんだよここは。閉めた出口らしいよ。よいしょと、こらしょ、よいしょ。いや、園長さん。どうしたの園長さん。カモだよ。ねえ、どうして空を飛んでないの？きっと、どっかの子にいじめられたんだろ。ねえ、園長さん、そのカモどうするの？動物園に入れてやろうよ、この変なカモ。おう、それがいいね。狭いけど、ここが私の動物園なんだ。ここにいて養生して、子供たちの遊び相手になっておくれ。頼むよ、カモくん。ねえ、分かったかい、ボッコ。ボッコの行方は。あっ、こっちだわ。よし、行こうぜ、ノッコ。あっちに行けよ、あっちに行けったら。俺は病人なんだよ。ここよ。ここにプッコはいるの？早く元気になってよね、カモくん。このカモ、土壌食べないよ。ビスケット食べるかな。ワン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 。助けに来たわよ。え、助けなんかいらないよ。僕は当分ここにいるようだ。どうしてここが気に入ったの？え、冗談じゃないよ。僕はね、地球の食べ物を研究してるとこなんだよ。ここにいりゃいろんなものが食べられる。じゃあ
おう、じゃあどうしてもここ立ち直らねえってのか。花枝さんが高い値で買ってくださるんだ。うんといい。そうだよ、そうだ。しかしね、私はこの町の中にせめてここだけは子供たちの遊び場を残しといてやりたいんだよ。分かってくれたまえ。うるせえ。おい、やるぞ。おう。頼む、やめて、やめて。どうしたんだよ、君たち。やっと預けてくれ。ちょ、相変わらずひどいことをする連中じゃ。しかしわしはまだまだ負けんぞ。負けるもんかい。園長さん、ブッコを手当てしてくださってありがとう。ブッコってのは何だ。僕のカモなんです、あの2匹も。ああ、かわいいウサギさんだ。どうじゃ君、この動物たちをここで預からしてもらえないかね。わあ、うれしいじゃん。私にも抱かせてね。さあ、抱いてごらん。わあ、うれしい。ウサちゃん、はじめまして。名前なんていうの。ずっとここにいるんでしょ。あ、違うよ、あの、僕たちね。わあ、困っちゃったね。私たち、1週間ぐらいならいいわよ。だってみんなが喜んでるんだもん。そうじゃ、園長さん、1週間だけですよ。みんなも可愛がってやつね。ありがとう、坊や。新一です、僕。ありがとう、新一くん。バカモン。実際、君たちは役立たん。わしは偉大な計画を立てておる。大いなる計画だ、設計図。あそこにわしの大邸宅兼宮殿兼大会社の本社を建てることになっとる。賛成。法律的にはあの園長の土地は奪えんのだ。諸君、金に糸目はつけん。動物園の周りのビルをどんどん高くして動物園を一年中日陰にしろ。賛成。ガラクタやゴミを動物園に散々撒き散らせ。賛成。わしゃ世界一立派な男だ。乾杯。乾杯。私たちに太陽を返してくれ。
はい、おい、そこのお前。あ、僕のことを呼んでるんですか。お前だな、ペンキの缶を投げたのは。いや、僕がですか。とんでもありませんよ。ではなぜ敬礼せんのだ。敬礼？いや、どうも。ぶっぶれな、君は一体何者かね。僕は漫画家です。漫画家？一体ここで何をしとる。このビルを建てた奴の漫画を描こうと思いましてね。そうだったか。それはわしだよ。創生の経営者はマスコミに乗らなきゃならん。立派に書けよ。よし。さ、できましたよ。なんじゃ、これがわしだと。子供の遊び場を奪った男の顔さ。何？悔しかったら工事を中止したまえ。立派な顔を描いてやるよ。こいこら、あいつをくしゃくしゃに丸めてしまえ。待て。なんだね、君たち。うるせえ。なんでこいつふざけやがって。それみんなやっちまえ。無理や。仕方がない。くやねら。町のゴミはここから動物園へ捨ててやろうか。そうだ、豚小屋がいいな。待ってくれ、金ならいくらでも出す、お願いだ。バカ、世の中には金で買えないものもあるんだぞ。そうかね。何？顔を見ろ。あっちだ。あ、警官だ。これは一体どうしたことなんだ。今にわかるさ。あ、待てー、貴様というやつは抵抗するな。刑事さん、こいつですよ。工事の邪魔をしてまな板さんを脅迫したやつは。